こんにちは。えっと今日はお忙しい中足を運んでいただきありがとうございます。えっと絶賛撮影中であの本当にみんなで一丸となって楽しく撮影をしています。今日はあの裏話だったりいろんな話ができたらと思います。よろしくお願いいたします。テレビショッピングが舞台ということで皆様は個人的にテレビショッピング番組をご覧になったり実際に購入されたりするんでしょうか。 えっと、テレビショッピングはよく拝見してるんですけど、はい、あの購入したことがなくて、ええ、あのさっき控え室で何か購入したって言った方がいいかなって思ったんですけど <laughs> <laughs> ちょっとさすがにあのあの正直に <laughs> 買ったことがなく <laughs> あのでも今、一番欲しいものがあのサンドバッグがすごい欲しくて。 <laughs> サンドバッグですか。そうです、ね。なんか売ってないかなって今っ、ストレスですか。いや、じゃ。<laughs> ちょっと空手をやってたんで、えっと、家でもできたらいいなと思って。今探しております。なるほど。ザショッピングショーでは、サンドバッグの扱いはありそうですか。扱いないですね。ですか。ちょっと今から用意してもらえますか。<laughs> プロデューサーさんにお伝えしておます。はい。 はい、あの実際にプレゼンテーター役ということですけれども、はい、あの撮影が始まってから、はい、テレビショッピングの番組の見方が変わったりとかすすることはありましたかうそうですねあの実際に商品をこう紹介していくシーンとかも本当にテレビショッピングさながらもう生でやっている感じライブ感のある雰囲気でやっていたので本当にその商品の魅力をこう見ている人が。 こう食いついてくれるように臨場感を持って伝えなきゃいけないっていうのがすごいこう楽しくってああこんなにこう奥が深い世界なんだなって思ってすごいこう見え方も変わってきました。